いおいおいしいおいしいもの TV。 今日は久々に皆さんと夜ご飯を食べていこう企画でございます。あのよくご飯をたくさん食べるの大食い系 YouTuber ですかって聞かれるんですけど、まあ何系 YouTuber と思わせてもいいんですけど、一応フリートークをリリースしている YouTuber っていうことをやっているから、大食い系ではないかもしれないけど大食い系でもあります。見てください、ドンキで一番ちょっとヤバそうなパジャマを買ってきました。お気に入り中です。しかもなんかこのなんていうんやろ、アクト1とかにあるような、アクト1って必要かな、みんなあの子供が行く雑貨屋さんみたいな、そのアクト1とかにあるようなマイメロのこの描写っていうんですかね、サンリオ公式なのかは怪しいです。ドンキーチーフォーテで買いましたので、それではコカ・コーラを飲みます。 3,2,1 カッパヘイ。今日も疲れ、くー、今日はとんかつを頼みました。ひよ、とんかつ大好きで、大好きではないかもしれないけど、まあ大好きです、一応設定では。なんか大好きだと思って生きてきた今まで。ご飯少なくね、こんなんじゃ足りねえんだが、大丈夫？あ、落ち、もう、痛いし、びっくり。すみません、はい、撮影準備してる間、待ちきれなくて、これ自分でカスタムして作ったなんかワッフルみたいなやつなんですけど、待ちきれなくて食べました。はぁ、ね。だよな、なんか今、ここ、画面のこの辺になんか A ロックってなんかロックしてて、ちょ、ロックしますね。ならん。なんか白く映ってたんだけど、画面の真ん中この辺になんか合わせたらカーソルみたいなやつ、なんかオレンジになりますよね。わかりません。今日は白玉といちごとなんかチョコスプレーとパウダーをかけたんだけど、なんかチョコスプレーカラフルなやつかと思ったら茶色で、いや、かけてもあんまわからんやないかーいってなりました。これ美味しいくんです。もちもちで。というか撮影始める前に食べちゃってすみません。それではいただきまーす。はぁ。なんか口周りがチョコだらけになるから、カルシとか好きな人は食べるのはあんまりおすすめしてないです。キュー。これお味噌汁頼んだんですけど、とんかつ屋さんと同じところで。まあ、ウーバーイーツさん来てくださって確認したら、これ、真横になって置かれていたんですよ、ここ真横に。なんか無重力のところで、無重力地域で育ったんかなと。だからわからないですよね。人間が知っている宇宙のことなんて、1% にも満たないみたいな言うじゃないですか。その通りですよ。だってこれを味噌汁を真横にして置く人がいるってこと、これはもう無重力の地域がとか、もうあかんすぎだ本当に。まあいいかい、まあいいかい、どういう結び方したら、無重力の地域はどっかに存在しているかもしれないっていうことかもしれないし、もしかしたらそれ私になんかそういうダイレクトメッセージみたいな、そんな、なんかそういう感じで伝えようとしているのかもしれないから、そのこれを真横に置いた人も。何の話やね。じゃーん、上ヒレカツにしました。ヒヨゴはヒレカツ、ヒレカツ好き。大丈夫？これサムネイルにどう？これ。あ、これさ。怖くなってきた本当に。自分ではない気分だ今。で、このアルミホイルは何の意味がある？これなんか乗っとうけどこれ。何の意味がある？わからんけど。怖。もしかしてこのお味噌汁を真横に置いた人のまたダイニングメッセージが書かれているのでは？しつこ、ダイニングメッセージとかあるわけないやろ、その四角の丸いホイールの中にバカじゃねえのか。なんか去年も割と皆さん気分上がらずに1年終わったかもしれないけど、今年もなんか危ないよね。大丈夫かな。早くコロナがなくなりますようにと願った中、ヒレカツに。いただきます。うまっ。うん。赤だし。みんな赤だし派か？白だし派か知らないけど、ヒョウが白だし派です。キュウリ見つけたらキュウリ食べます。おお！ほら、浅漬けくんキュウリです。ここにあるんですけど。おいしい。ただのキュウリではなかったようだ。
うまうまくんだ。これ何これ。何これ。うん、わからん。なんだろうね。知らん。メンチソースかな。これにかける。野菜にかける。まあ、気のせいかもしれないけど、このトンカツね、ソースがそうなってるのか知らないけど、トンカツじゃなくてカレーの味がするよ。からしつけます。トンカツにはからしです。要はからしもわさびも一味も七味も大好きです。うん。うん、しかしうまいな。うん。なんかこの間夜中の3時ぐらいに寝つけなくて、なんか近所の公園に行って、なんかボケーっとしたんですよ。ジャンパー着て、寒いなこの野郎と思いながら遊具の中をこう街をこう見てたんですよ。誰もいねえぜと思いながら、早く寝やがってと思って、まだ夜中の3時、まあもう寝たんのかと思いながらこう見てたんだけど、なんか遊具がいっぱい落ちてたの。遊具ってそのなんていうの、お友達が、お友達ってのは言うよね、なんか、お友達だよって知らない人も言わない、お母さんたちって。同じような年齢の子で。ほら、言うとお友達だよ。いや、知らない人なんだが、みたいなのよくあるよね。知らんけど。で、そのお友達がたくさん置いてった、なんか縄跳びとか、なんか遊具いっぱい落ちてて、持って帰れよと思ったんだけど、まあ、それでな、ボケーとしてた。ご飯食べてる時はちゃんと膝を下ろしてるからね、みんなごめんなさいね。行儀は悪いことかもしれない、日本では。で、その日はもう帰ったわけ、家に。くっそ、寒いなと思って家帰って、あったかい、ふわふわーと思って。で、別の日に夜中に公園に行ったし、公園大好きっていうか、なんか、そろそろ不審者でなんか通報させたけど、遊具のまた公園に乗って、なんか、ボケーってしてたよ。で、砂場を見たんですよ。そしたら、この間の遊具プラス3個ぐらい増えてて、遊具が。なんかみんなさ、ちょっとお友達に言いたいだから、持って帰れ、家から持ってきたものを。お母さん聞かれないの、あんた、言うとどこに置いてきたのあれ。お母さんさ、買ったものは大事にしてって、言っとるよとかさ、言われんのかなと思って。私の親だったらぶち殺されてるよ、言うと。言うとかどうか知らんけどね、置いてったのは。お前がもし言うとじゃなくてひよこだったら、ぶち殺されてるから、マジで覚悟しとけ。お母さん聞くがな、私の。なんか腹立つからお前もボコられろ。私いっぱい怒られて育ったんだから、ちっちゃい頃は。本当にもう、刑務所のように。なんかね、この味が染み込みまくった厚揚げくんしか入ってないと思ったら、なめこくんも入ってた。見える？なめこくん上乗って。でもなめこ汁が大好きだから、これは激アツだね。うん。美味しい。突然みんなに質問するんだけどさ、ひよこって動画で、今までの動画で何の動画でもいいんだけど、なんか小学校の頃の図工の時間のニスの事件の話したことある？みんなに。ないんだったら今度 YouTube で話そっかなと思って。なしさ、小学校の時のやばいエピソードなんて腐るほどあるんだけど、なんか、それで動画一本撮るには、まあ、短いけど強烈みたいなエピソードが結構あるんだよね。そのニスの事件も結構やばいし、まあ、いろいろ他にもあるんだけど、まあ、ないんだったら今度話そうかなと思って、聞いたことある人がいたら教えてほしい。あ、それ聞いたことあるよ、なんか、みたいな。だって多分話したことないと思うんだけど。すいません、これもう知っている方がもしかしたらいるかもしれないというわずかな望みをかけてお伺いするんですけど、私が大好きなセブン&アイホールディングスがあるじゃないですか。このセブン&アイホールディングスって何時に食べ物を入荷してるか分かる方いたら教えてほしいです。マリオのさ、今シリーズの中で食べ物が出てるじゃないですか。あれを全種類買って YouTube でなんかしないと紹介してみたいなと思ったけど、
何か知らないんですよ、絶対いつも。ただ、それも教えてほしいっていう話はもう終わりという話をやっておくことができたから、エヴァンゲリオンの一番くじありましたよね、セブンイレブンで。で、私行ったんすよ、初日に。なのに全然残ってなくて、もうほとんどなかったの。いや、もうその光景は、もう何もない光景を見た時の私はもう自分のほっぺを殴ろうかと思ったけど、もっと早く来ればよかったって、痛そうだったからやめた。うん。で、3枚だけ引いたんですよ、くじ。そしたら、なんか、小皿と、ファイルと、なんか、あと1個、なんか当たった。悲しい、もう。もう、カオルくんのなんて、もう、何もなかったよ。何も。カオルくんのはもう、跡形もなく消えていた。いや、レイちゃんのさ、フィギュアが欲しかったんですよ、今回、アヤナミレイの。だから、アヤナミレイのフィギュアが出るまで、くじ引いてやろうと思ったら、もう、そうしたらな、もう、くじさんないし、アヤナミレイもいなくなっていたし。はい。だから、私が大好きな、桂木美里さんの、このファイルと、あとなんか、ね、もうね、ご飯食べた時に、こんな絵の皿見たくないよ、みたいな柄のお皿と、なんか、あとこう、なんかあってたか忘れちゃったを、なんか、持って帰ってきました。なんかこれ定食ってさ、バランスが最高なんだよね。とんかつ食べる、ご飯食べる、漬物食べる、味噌汁飲む、もうね、100点なんだよね。なんかの話をと、あ、そう、あれさ、前から知りに思っとっちゃけどさ、ラストワン賞とその普通に B 賞とかのがさ、一緒になっとったりするやん。え、変えた方がよくね？え、なんで一緒にするんやろ、私、普通に疑問だよね。しかも、え、ラストワン賞、それみたいなの結構多くない？なんかさ、B 賞と、だいたい一緒じゃない？ B とか C とかと。え、なんで一緒にするんやろって。で、ラストワン賞別にもっと豪華なやつにした方が、ラストワン賞欲しさにみんな一気に買っていくんじゃないのとか思うんだけど、違うのかね。なんなんだろう。え、その狙いって何なの？ラストワン賞と、なんかその、他の景品を一緒にする狙いは何なんだろうね。普通制作するのがもったいないというか、めんどくさいからですか？知らないよって感じか、みんな。ね。思ったことない？これ。私と同じ疑問を持ったことある人いない？美味しいな。私さ、唯一自分が嫌いな食べ物の中で、あ、なんでこれ嫌いなんだろうって悲しい気持ちになるのがスイカとメロンなんだけど、まあ、他にもあるかもしれない。いや、今ちょっとめんどくさいからほっといて、スイカとメロン好きで追いたかったなーってよく思うんだけど、逆に自分が好きでよかったと思うのはキノコ類なんだよね。もうキノコ類全部大好きなんですよ、私。もう大好きでたまらんないけど、なんでそれ、ね、なんでそれがいいかなと思ったんだろうと思ったら、なんかキノコ類嫌いな人結構多いじゃないですか。だから、なんか自分は好きで、なんかキノコうまいうまいって思えてよかったなって、何この話、それ必要あったかな。でもごめんなさい、なんか急にそう思いました。はい。え、シンプルにさ、こんなのをさ3切れ食べてさ、とんかつ弁当も食べて、コーラも飲んでうん、幸せくんだね。あと一個さ、なんか話したいなと思ったことも思い出したんやけど、たまにね、私妄想をよくするんだけど、その中で、まあ数多くの妄想しますよ。この教室でいきなり誰かが誰か一人だけの命を救えまして、全員が。そしたら私を誰を選ぶだろうとか、私を選んでくれる人はいるのかなとか、むしろそれはみんなで話し合って、全員でこの人を選ぶっていう決めて、なんか、全員が助かるようにできるのかなとか、そういう変な妄想とかいろいろするんだけど、中でもよく考える、なんかよく妄想することが、今の姿のまま、例えば家が火事になって避難してくださいって言われたらどうしようってよく考える。例えばこれ。
これで、あ、もう避難してと言われても、着替える暇とかもうもちろんないから、もうブワーッと外出て、これだったらどうしようとか、お風呂上がりでパンツ一丁の時とかに、今、避難してくださいとか言われたら、どうなるんだろうとかよく考える。みんな考えない？考えないよね。おやすみ、バイバイ、早く寝ろ。